今年からダイワのフィールドモニターとして活動することになった成瀬優太と申します。で今回ですね SLJ 専用のロッドとして発売されていますキャタリナ BJ エアポータブルのご紹介になります。で、まあ、SLJ って、まあ、小さい、まあ、20g から 60g までのジグを使って、まあ、マダイだったりイサキだったり、根物、まあ、いろんな魚を、まあ、ライトなジグで釣っていく、まあ、そういった釣りに適したモデルとしてこのキャタリナ BJ エアポータブルが発売されています。キャタリナのこの特徴としてはティップの部分がですねメタルトップになっています。でメタルトップにすることによってメタルジグを巻くだけで釣れるっていうパターンの時に巻きの感度当たりがすごい取りやすくなります。ポール主体に探っていく時ももうポールの時のバイトの感度もものすごく取りやすくなってますんで、ぜひこの SLJ やってみたいっていう方がいらっしゃいましたらこのキャタリナ BJ ぜひお使いください。よろしくお願いします。